出雲大社、八坂神社、も大京神社、神社とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づく、祭祀施設。うぶすながみ、天神地議、皇室や、氏族の祖神、いじみや義士などの霊などが神として祀られる。文部科学省の資料では、日本全国に約8万5千の神社がある。登録されていない、数万の小神社を含めると、 日本各地には10万社を超える神社が存在している。神社は日本固有の宗教である神道の祭祀施設であるとされているが、その位置づけは時の政治の状況との関連もあり一定していない。律令国家においては、式会社が国家による祭祀の対象として人議官の統制下に置かれたが、その頃からすでに式会社と呼ばれる人議官の統制外にある神社もあったことは、 確実である。近世においては、仏教の施設となった神社や修験道、陰陽道の影響下にある神社も存在していたが、一方で、白化神道や吉田神道といった多宗教からは独立した神道の神社もあった。近代になると神社は国家神道として、神道系の宗教を含むあらゆる宗教から建前上は分離されたが、その位置づけには議論があった。 宗教としての神道は、教派神道として、神社と分離された。現代においては、国家神道は廃止され、多くの神社は、神社神道に分類される、宗教団体の施設として再編された。その多くは、神社本庁に所属している。だが、現代においても、神社のあり方は様々である。有名な神社であっても、鎌倉宮、安国神社、伏見稲荷、大社、 日光東照宮、桁田大社、那敷神社、新熊野神社、富岡八幡宮など神社本庁との非包括関係を有せず、単立宗教法人として運営される場合がある。大きな単立神社は約2000社、宗教法人格を有さない小さな祠等を含めると20万社の単立神社がある。東大阪市のように宗教法人格を有している神社に限っても、 半数以上が神社本庁に属していない地域もある。さらに、神社本庁以外にも神社神道系の包括宗教法人がいくつかあり、これに属する神社は神社本庁の非包括関係には属さない。また、教派神道や主言道、恩苗道、神道系新宗教や保守系の諸教に所属している神社も存在している。祭祀対象は神道の神であり、 800万と言われるように非常に多彩である。神聖とされた山岳や河川、古庄などから、日本古来の神に属さない、民族神、実在の人物、伝説上の人物や、恩苗道、道教の神、神仏分離を免れた一部の仏教の仏神などの外来の神も含まれる。また稲荷や猿、鯨など動物を祭神とする神社、子孫繁栄の象徴として、 断魂の像を祀る神社もある。一方、本来は、ある氏族が、その実際の祖神を放祭したもので、一社ごとに、具体的な放祭氏族がいたものと考えられる。たとえ祭祀対象の神が一見すると自然神や、抽象神のように見えても、本来は、具体的に実在した氏族の祖神であったと、考えられる。古くは、神聖な山、滝、岩、森、巨木などに、 神が宿るとして敬い、社殿がなくとも神社とした。現在の社殿を伴う神社は、これらの神々が祀られた祭殿が常設化したものとされる。神は目に見えないものであり、神の形は作られなかった。神社の社殿の内部のご神体は、神が仮宿する足場とされた見手倉や鏡であったり、あるいは全くの空間であることもあり、様々である。 神社の名称の付け方は様々である。最も一般的なのは地名によるものである。ザ神社というのもある。また、祭り神名を関するものも多い。他に包祭する氏族の名前を関するものや祭人に関連する国を関するもの、神社の種別を表すもの、祭神の座数によるものなどがある。また由来が不詳である神社名も少なくない。 稲荷神社や八幡宮など全国に広く分布するものは、それらの社名に、さらに地名を冠することが多い。天馬宮は音読みで、八幡宮や浅間神社は音読みと訓読みの場合があるが、音読みで社語を読むのは、仏教の影響である。天馬宮は祭神である、天馬天神が仏教の影響を受けているため、漢語の社名となっている。八幡宮と浅間神社はいずれも本来は、八幡 朝間と訓読みしたが、神仏集合の元仏教の影響で、音読みが定着した。なお、原則として、すべての神社を神社と称するようになったのは近代になってからである。明神や、権源などと神明を社合としたところや、稲荷、八幡と神社の部分が省略されたところ、社としたところなどがあったが、すべて原則として神社と称することになった。 これを文言語の使用禁止と関連させて、廃物政策によるという指摘もあるが、国家が管理する上での都合という解釈もある。近代においては終戦まで神社はいわば国家の施設であり、法令上の規則により神社と認められるのに、設備や財産などの条件があり、条件に満たないものは神社とされなかった。近世まで固有名の部分を除いた神社。 うこそ、宮などの社号に特別な基準はなく、一つの神社が状況によって異なる、呼ばれ方をすることもあった。明治時代に神社が国家の管理下に入ると公認された者のみが神社を名乗り、うこそ、神宮などを名乗るには直居などが必要とされた。終戦後には、政教分離により国家、皇室が神社に直接関与しなくなったため、 特に許可がなくても、大こそ、神宮を名乗れるようになった。伊勢神宮に代表される、神宮号は7世紀まで遡る、古いものである。日本初期に記された、神宮号は、伊勢神宮、石上神宮、出雲大宮宮のみだった。平安時代に編纂された、演技式神明帳では、鹿島神宮、香取神宮、大宮宮が神宮とされた。明治以降、 明治天皇を祀る明治神宮が創建されると、他の天皇を祀る神社も順次神宮に昇格した。こうして、歴史上の人物を祀る神社で、天皇を祀る者を神宮、皇族を祀る者を宮、皇神塔を祀る者は神社とされた。しかし、仁徳天皇を祀る高津宮や南馬神社は、神宮と呼ばないように、すべてにおいて、 天皇を祀る者を神宮と呼ぶわけではない。戦後に神宮を名乗るようになった神社には、北海道神宮、伊沢薙の神宮、栄彦山神宮がある。菓子宮のように、いわゆる神宮ではないのに、最寄りの、王こそは、江戸時代までは、ひつ大社、熊野大社の二社が名乗ったが、明治時代から1945年までは王こそを名乗る者は、出雲大社のみであった。戦後は、 旧官兵大社、国兵大社、官兵中社の神社のうち二十六社がおこそを名乗っている。現在、他に、下田大社、諏訪大社、南宮大社、三島大社、富士山本宮浅間大社、多度大社、日吉大社、田賀大社、竹部大社、松尾大社、伏見稲荷大社、墨吉大社、春日大社、辰田大社、広瀬大社、熊野本宮大社、 熊野早玉大社、熊野那智大社、宗方大社、甲羅大社など。また、梅の宮大社や大鳥大社のように表記が定まらないものもある。また、平野神社もかつては変額に平野大社と書かれていた。富士山本宮浅間大社、奥宮神社には、上野城と下社、あるいは上野宮と下野宮など二社に分かれる、二社制が多く見られる。上社城、中社、 下母者の三者に分かれる、三者性もある。上屋城と下母者は、その位置関係から、上手の者のを、上屋城、定地の者のを下母者と呼ぶことが多い。また、本宮、本社から見て新大部にある社は、奥社、奥の宮、奥院、三宮、人里近い社は、前宮、里宮、口宮などと呼ばれ、壁園地の元宮に対し集落近郊に新たに建てられた者を新宮とも呼ぶ。 これらの上下者では、祭神が異なる場合もあるが、一方がもう一方の若宮であったり、本宮の配宮神を祀るケースもある。これらの起源は不詳だが山奥に埋葬墓という近郊に礼拝墓を設ける両母性と関係があるとする説もある。また、山岳そのものを保身体として、その山麓に遥か廃施設を建てたものを里宮の起源とし、 神霊降臨の思想から山頂にもう一社を縦分子したものを三宮の起源とする説もある。鴨神社、上鴨神社と下鴨神社。下鴨社の起源は、上鴨社からの分子とも言うが定かではない。諏訪大社諏訪湖の南北に上下社があり、上社は竹田人と妻の八坂が棚売り命、下社は兄神に加え兄神こと白主人を廃止するが、 民間では上屋城に、小神、下社に、女神とされる。さらに上屋城は本宮、前宮、下社は東宮、秋宮に分かれる。熊野三山も富屋大社、早玉大社、那智大社の三社。祭人は長年熊野三所権限とされた。早玉大社は新宮とも呼ばれる。本宮は三宮だが新宮は里宮である。棟方大社変津宮。 中津宮、沖津宮の三社及び、中津宮北部にある沖津宮、春香廃所。入荷は上神社奈良吉野で、水はめの神を祀る。元は一社だったが近世に入り否定地の変遷に、従い町中華の三社となった。秋葉神社秋葉山頂の上社路と山麓の下社が、三宮と里宮に対応する。祭神は、秋葉大権現として知られる。 富士山本宮浅間大社市街地に、本宮、富士山頂に、奥宮を置く。祭神は、浅間大臣。他に大宮口登山道中途に、浅間大社旧席とされる三宮浅間神社がある。本宮が、里宮、三宮浅間神社が三宮、元宮に対応する。神社境内蒸し図三考文献、神道の本一鳥二国団三三道四手、水車五刀廊下グラデン。 社務所、農札所、絵馬掛、け、節し社狛前拝殿水垣本殿鳥居のうちの区域一帯を神霊が静まる死に行とみなす。神社の周りには神樹の森という森林があることが多い。御神木と言われる木には締め縄を結ばれているものもある。神社の入り口には境内と俗界の境界を示す鳥居があり、社殿まで参道が通じる。参道のそばには身を清める。 小図社、神社を管理する社務所などがある。大きな神社では、神池や神経も見られる。社殿は本殿や拝殿からなる。人々が普段参拝するのは拝殿で、身体がある本殿は拝殿の奥にある。本殿と拝殿の間に参詣者が平白を備えるための平殿が設置されることもある。神社の敷地には、その神社の祭神に、 関係のある神や本来その土地に祀られていた神を祀る拙者やそれ以外の神を祀る抹者があり、両者を合わせて拙抹者という。境内の外にある拙者は境外者と呼ばれる。また、神仏集合が始まる奈良時代以降は神社の境内に神を供養する神宮寺が建てられたり、神社内に寺院が建てられたりしたが、明治初期の神仏判前例により、 神社と寺院は分離され、神社の境内の五十頭や仏像などは撤去され、神職と僧侶も区別された。参道にある灯籠、常夜灯はもともとは仏教寺院のものであり、平安時代以降、神社にも浸透したものである。参道に敷かれる玉砂利は、玉が魂、御玉、美しいという意を持ち、砂利はさざれの意を持ち、その場を清浄する意味を持っている。 敷くことによってその場所を払い清める意味があり、なお参道を進み正常な石を踏みしめることによって身を清め心を沈めて最高の状態で祈りができるようにしてある。詳細は神社建築を参照宮大工による木造の日本式建築が多い。現代では建築技術の変化や法律上の問題により鉄筋コンクリート作りも増えている。前述のように ビルの中にある神社もあり、必ずしも日本風の建物ばかりではない。ただし、身体が鎮座する本殿の形は日本式建築である。神社は周囲に森があることも多く、夜間は警備もしにくく、放火なども見られる。そのため、一部では警備会社と契約して機械警備などを行う。防火や盗賊除けの神が鎮座する神社に警備会社の ステッカーが貼ってあるのが見かけられることも多い。神社の付属施設、編集多くの神社に共通する施設、編集本殿と神殿は別とされることもあるが、通常は同一のもの。常設とされる施設でも、絵馬殿など時代によって変化するものもあると思われる。また、説末者がない神社もある。また、説末者に本来の祭人が祀られることもある。 その他の共通施設も神社によって存在しないことがあり、以上は一定の目安である。他の付属施設、編集現在では参拝用の施設のほかに、結婚式の設備などが併設されることも多い。本殿の様式、編集代表的な様式他の様式管主は、本来神社における神職の長を指していたが、現在では神職と同じ意味で用いられる。 神官は祭祀を司る職業のこと詳細は、神職を参照神社の起源は、岩倉や神の住む金足地などでの祭事の際に臨時に建てたひもろ木などの祭壇であり、本来は常設ではなかった。例としては、沖縄の歌木のようなものだったと考えられる。創建が古い神社には、現在も本殿がないものがあり、岩倉や金足地の山や島などの手前に拝殿があるのみの、 神社、社殿が全くない神社がある。神社には常に神がいるとされたのは、社殿が建てられるようになってからだと言われる。古代中国にも土地神などを祀る、社が存在したが、屋根がついた社を建てるのは、木国の社とされ、日本の社とは異なる。そのため、多くの神社に社殿が造営された背景について、諸説が述べられた。社会の発展により、 自然から人格神へと信仰の対象が変わったためと、する説、仏教寺院の影響を相互に受けたとする説、武器や高能物を収めた神子が先行して存在したとする説、7世紀後半以後に国家が一部の社にのみあった神子を全国に建設したとする説などがある。古社は、それぞれの演起により、ご神体の近くに社殿を構えることが多い。新しく、 神社を造営するときは、適当な場所に、文礼や氏神を祀った。場所の選定の仕方は様々で、縁起から選ぶ、正常な場所を選ぶ、参拝のしやすさで選ぶなどがある。社殿を、会場、山頂、現代では、ビルの屋上などに祀ることもある。明治維新直後より、近代的な中央集権化に適応する、新たな体制の整備が始まった。 実領人技官の家柄である白川や吉田家をはじめとする近世までの制度が廃止され、政府内に神社行政機関が設置された。また、古代以来の神仏集合を解消する神仏分離が行われ、明治4年に封建的な土地支配制度を廃止する社事領の上置が実施された後、全国の神社が国家の創始と定められ、神社に関するあらゆることが、 国家の法制度によって規定されてきた。戦前は、いわゆる国家神道も神社と称した。神社行政機関の変遷、編集近代社格制度、編集近代社格制度も参照明治4年に神社を国家の祭祀として基本的な制度が改められた。伊勢神宮を除く全国の神社は、感謝と諸者に対別され、感謝は、官兵、国兵の各々を、 大中小社、諸社は、府、藩、県、豪、無核の各社に分類された。ただし、廃藩地権のため、藩社への列格はなかった。明治5年に、別格官兵舎が設定され、楠木正重を祀る港川神社が最初に列せられた。別格官兵舎は、皇室や国家のために威を残した人物を祀る神社が主に列格した。国兵は、 神社再指令により、大祭、中祭り、小祭りが規定された。国家の再指にふさわしくない神社は淘汰され、1898年、あった約20万社は、1916年には、約12万社になった。宗教法人化、編集1945年12月連合国最高、司令官総司令部は、国家管理下にある神社を、国家神道と呼び、 その廃止を命令した。同じく GHQ に制定された宗教法人令に基づき、他の宗教団体と同様宗教法人となった。民間の神社団体である皇天高級書、第二本神議会、神宮法裁会が発展的に解消して神社本庁になった。神社本庁は、単立宗教法人となった一部の神社や、 他の神社神道系包括団体に所属する神社を除く約8万の神社から組織される包括宗教法人である。多くの神社は有名な神社から祭神を分霊または感情とも言うしている。分霊とは祭神の分霊を他の神社で祀ることである。ろうそくからろうそくへ明かりを移すように神道の神は無限に分霊することができ。 そうしても本来の真意は損なわれないとされる。分例した神社は、その祭神に応じた名称が付けられる。以下に、主な神社の名称とその祭神を挙げる。なお、神社名と一般的な祭り神名が一致しない神社もある。また近代に新造された、安国神社、昇魂社などもある。国家神道外地の神社造営、台湾の神社、アメリカ合衆国の神社一覧。 カテゴリー、外地の神社、及び、カテゴリー、日本国外の神社も参照日本列島以外の、地域には2008年の時点で少なくとも26の神社が存在する。太平洋戦争前には、多数の神社が存在したが、戦後は激減した。かつて日本であった、旧外地には、国の政策によって、内地と同様に多数の神社が造営された。また、 日本の占領地や満州国などにも増営あるいは増営の準備が行われた。しかし、太平洋戦争後はすべて廃絶となり、現在でもごく一部が再建されたにとどまっている。かつて日本ではなかった地域の場合、移民政策により日系移民が多数在住した土地では現地に住む移民のために多数の神社が創建された。他にも、 神道の布教のために創建された神社もあった。しかし、連合国側の神社は、太平洋戦争中に資産が没収され、太平洋戦争後も復興できなかった神社が多数存在した。その後、日本文化が国外に浸透したことで、近年になって新たに建立された神社もある。旧街地においては、台湾では、カノ神社、林田神社、たまり社など、 いくつかの神社が近年、歴史的内物としての価値や、観光資源としての価値を認められ復興された。また、大中神社の鳥居を復活させようという動きもある。だが、これらはあくまでも、文化遺産としての復興であり、信仰対象としての再建ではない。しかしながら、2015年には、初めて、正式な神職が奉仕する、宗教施設として、かつての村の神であった。 孔子祠が孔子神社として再建された。また、旧南洋群島においては、パラオでは南洋神社、ペリリュー神社が、アメリカ合衆国北マリアナ諸島サイパン島ではアヤホ、カトリ神社や彩りドホやワ神社が近年になって再建された。日系移民が多く住む土地では、特にアメリカ合衆国ハワイ州には多数の神社が作られ、オアフ島にハワイイ雲ズモ大社や、 ハワイ大宮宮、ハワイ石槌神社、ハワイ琴平神社、ハワイ太宰府天満宮、ワカミヤ稲荷神社、ハワイ島には広大神宮、マウイ島にはマウイ神社などが現存する。これらには戦後復興できなかったり、存続が困難になった神社が多数合祀されている。また、ブラジルでは当初、東京植民地神社やボーグレ神社などが存在したが、基本的には、 日本人小学校圏集会場のご神経がご身体の機能を果たしたため神社はあまり作られなかった。これらの神社は植民地の消滅とともになくなってしまったが、その後、神の毛弦と神社ブラジル大神宮、南米神宮、ブラジル熊野神社、ブラジル石槌神社、太平山、三吉神社、パウリスタ神社、パラナ州開拓神社、白国開拓大神宮など、 神職が奉仕する神社が創建されている。近年では南米大海和宮など神社ではなく鳥居だけが日系移民街を象徴する建造物として建てられるケースも増えている。神道の布教のために創建された神社としてはアメリカ合衆国本土には戦前に北米大臣宮本院、米国神道教会、明治神宮会、ラフ稲荷神社、 出雲大社教北米教会が存在したが、戦後は復興しなかった。その後、1987年になって、アメリカ椿大神社が創建し、神職の資格を得たアメリカ人がネギを務めている。オランダには1981年にヨーロッパ発の神社として、古神道の一派である山陰神道の日蘭神前教会西宮が創建され、 オランダ人の宮司が奉仕している。フランスには、三重県の水谷神社の文祠として、神言修寺院である孔明院の境内に、フランス和光神社が、フランス初の神社として2006年に創建されている。こちらは、通常、孔明院のフランス人の住職が祭祀を務める神宮寺の形をとっている。サンマリノには、神社本庁が公認する、ヨーロッパ初の神社として、 2014年にサンマリの神社が創建されている。神職は地元のサンマリの神であるホテルのオーナーで山形県の湯戸の山の神社で修行し資格を取得している。神社を表す記号は以下の通り。ありがとうございます。